熊肉とは、熊から取れる肉。熊料理の材料となる。熊肉は、古来より食用とされてきた。21世紀の現在でも大量には出回らない、食材である。全身が食される。旨味が強いとされる。主に、日本と中国での熊肉に利用について述べる。熊は全身を食用にでき、肉が少量であってもうま味が強い。汁物には、 脂身のある部位の方が良いスープが出る。東京家政学院大学客員教授の胸方晋士は、熊肉を調理し食用した感想として、脂身は有点が低く、甘みとうま味が強かったこと、肉が少量であっても旨味が、スープに溶け出し、野菜にも味がよく染み込んだことを述べている。石川県の白山商工会によると、寒い地方の熊は、その肉は脂肪部分が多いが、 さらっとした油が特徴だとしている。熊肉には体を温める効果や、滋養効果が高いとされる。また、熊肉には、美肌効果があると言われるコラーゲンが含まれ、特に、中華料理の高級食材である、熊手のひらは、豊富にコラーゲンが含有され、美容に効果があると陳重される。白酸症公開によると、熊鍋は、動物性タンパク質と、 食物繊維やビタミンなどが同時に摂取できるとしている。中国では熊手のひらが古くから珍重され、隆気も大鳥水、氷体、鯉を小唇、茶、空くせみとともに、州の八珍と称された。鉱熊は煮込んだ熊肉をマッチ箱ほどの大きさに切り、濃いめの高校をかけた料理である。山肉料理店の鍋物熊鍋伝統的な日本の 自米料理として食されるほか、薬膳の材料としても用いられる。熊肉料理は、月の輪熊やヒグマが生息する地域の料理でもあり、かつて、熊肉はその土地だけで消費されるもので、主な料理は、煮物や熊汁である。熊肉大日本漁理会によると、日本では、熊肉は、北海道から中部までの一部地域で食べられている。ところ、熊は、 年間1000から2000頭が捕獲されており、そのうちの1割ほどが食用となる。日本では、熊は、年中取れるが、熊の肉が、最もうまいのは、巣穴で冬眠中の三余歳の個体、または冬眠直前とされている。これは、月のワグマ、ヒグマにかかわらず、秋の好みを食し、冬眠のための脂肪が乗っているからである。次に美味しいのは4月下旬。 春熊狩りの頃のものである。夏の熊は痩せて脂肪が乏しい上に野生特有の匂いが強く、まずいとされる。熊肉は野生の肉であるため、臭みが強いと思われがちだが、原因は季節によって、主に食べる餌が違うことと、狩猟後の処理の仕方で個体差が出る。熊を狩猟した後、すぐに締めて解体するなど、一定の技術がないと、臭みが出る。京都のある山荘は、 肉の柔らかさや匂いまで変わるため、仕留め方や解体方法が上手な信頼のおける漁師からしか仕入れないと語り、強風の出汁で熊肉を食する。日本において、熊類は家畜化されていないため、野生の熊を狩猟、捕獲して入手する。漁機岐阜県白山六では、昔は春に熊漁を行っていたが、現在では熊は保護獣となっており、 11月15日から2月15日までの、漁期の見借りが行われる。熊の頭数が増えすぎた場合は、春の駆除の許可がある。自治体によっては、通年禁漁となっていたり、逆に、春の漁を解禁する向きもある。解体以下は、ヒグマの解体法の一例である。皮を剥ぐ大ヒグマを仰向けにし、股幹部から首に向けて、体の中心に添いナイフを入れて、皮を剥ぐ。 同様に手足の皮を剥ぐ。手首、足首の関節の部位で手足を外す。腹部、胸部を開く胃や腸を傷つけぬよう腹部を開く。胸部は、肋骨の根元を、ナタヤの小りを使用して開く。内臓を取り出す首から食道を取り出し、外に引き出す。横隔膜は骨に沿って切り取り、残りの内臓を引き出す。肛門部は、肛門の周りをくり抜くか、 ナタで骨を割って取り出す。熊の胃は肝臓の脇にあり、ナイフで慎重に剥がし、胆汁が漏れぬよう胆管を紐できつく縛って切り取る。北海道環境生活部環境局自然環境課、アイヌが儀式で行う解体法も現代に伝承されている。獣草熊肉に限らず、獣肉には臭みがある。いくつかの地方では、調理の際に、匂い消しのために、 醤油ではなく、味噌で味付けする。白川では、風味が変わりやすいため熊鍋に、醤油は用いず、匂い消しに、赤味噌と白味噌を合わせる。また、匂い消しの効果があるネギや、唐辛子などの香辛料を具に用いる工夫も行う。そして、鍋に肉を入れた後は、鍋の蓋をせず、匂いが残らぬようにしている。肉の硬さ熊肉は熱を通すとぎゅっと縮まり、 肉質がとても硬くなる。東京家政学院大学客員教授の宗方紳士はメニューを考えるときには柔らかくなる調理法を取り入れることがポイントで叩いたり煮込んだりするだけでなく酢やタンパク質分解酵素の強い野菜、果物を利用すると良いとしトマトやキウイフルーツなどを用いている。一般的には料理酒を用いて肉を柔らかくする。また、 砂糖には肉を柔らかくするという報告もあるが、砂糖を用いると、ますます肉が硬くなる。各地の主な料理東京、大阪、名古屋、京都という日本の都市でも珍しいものとして取り扱う飲食店がいくつかある。高級食材となっている場合もある。また、江戸時代から続く店もある。主な新しい料理缶詰熊肉は缶詰に加工されることもある。 鳥ナクマの生殖は、専門中傷の感染源となる。1897年に、サロモン・アウグスト・アンドレラ、スウェーデンの北極探検隊が、遭難死したのは、北極グマの生肉による、専門中傷が原因とされている。日本でも専門中傷の集団発生例はあり、1974年の青森県岩崎村、 1981年12月から1982年1月までの三重県四日市市での月の輪マの例や、1979年の北海道札幌市でのヒグマのルイベ、2019年の北海道札幌市の例がある。冷凍処理をしても寄生虫が死滅せず潜んでいる場合があるため、熊肉の生殖は医学上の近畿と考えられる。一方、 2011年3月に発生した福島第一原子力発電所事故の影響により、同年12月、福島県中通りで捕獲された日本付きのワグマから暫定規制値を超える放射性セシウムが検出され、出荷停止となった。その後、他地域でも基準値を超えた個体が見つかり、山形、岩手、宮城、福島、群馬、新潟の6県で出荷が規制された。 一部の地域では伝統の食文化が絶えてしまうことが懸念されている。ありがとうございます。